はい、こんにちは、ペソでございます。ジンギスカン11回目やっていきたいと思います。ではですね、13国へ攻めていきたいと思います。で、もうまるまる連れてきますよ。はあ、場所が良くないな。あ、山越え2つ必要なんだ。あ、9も減った。うわあ、パーセンテージなんでね、どうしても。よいしょ、攻めて、攻撃してこないね。はい、119か、30ぐらい減らしましたね。テルケン姫ね、いただきましょう。はい、で、お慈悲はいたしません。で、イナルジュークさんね。おお、また曲が変わりましたね。で、また、兵士配分からね。食料もお金も問題ないので、600切ってるパラもないですから、まあ、このまま兵力200ぐらいにしていきたいですね。ちなみに24国は86兵士残ってると。じゃあ移動ですね。兵士で、はい、これ200超えたので、そのまま14国へ、105、場所が良くないな。うわ、めっちゃ減った。いや、こうだね。まだ仕掛けてこないか。65か、結構減ったな。やりつびき姫でいいのかな。なんかヨーロッパな顔ですけどね。はい、いただきましょう。処刑ですね。
チュログさん、はい、だいぶ減ったね。兵力結構ありますね。だったら、まあ、とりあえずちょっと兵士配分。はい、これはまず、OK。お金がないのか。ああ、ここも104いるんだ。三国しかないんでね、100キープできればいけますね。ただお金がないのか。どうしよう。売っちゃおう。陶磁器。ああ、在庫なし。織物。37。木工品も在庫なし。うわ、全然ないじゃん。絹。絹28。うん。で、移動させましょう。住民15国から14国へ、兵士87。患者が入り込んだ。攻めてきた。耐えてくれよ。ああ、大丈夫そうね。厳しいな。ああ、退却した。ああ、そうですね。疲弊した12国へ。おお、独立したんだ。ほう、なるほどね。なるのは13国の兵力。あ、108まで復活してるな。いけそうですね。そしたらまずちょっと統率力鍛え直しの、で150持ってね、行きたいんですけど、もう一回ちょっと統率力を上げて、で三国ね、150でいきましょう。結構減るからね。で今度またね、南下していきます。よいしょ、はい。
よし、これは大きい。24取れたのは。クリスチナ姫ですね。はい、いただきましょう。これはだいぶ楽になりましたね。ヨーロピアンな顔してますね。レサビヒ。あ、クチュルグさんね。はい、イーゴリコ。でここがね、すごい押さえとかないとね、まずいんですよね。隣接が4つあるんですよね。で、南部に攻めようと思うと、ちょっと苦労しちゃうので、まずこれね。で、食料もないし、金もないのか。ああ、中国商人がいない。ああ、ウィーグルさんもいない。一国の、ああ、金が結構あるね。移動しようか。一国から三国へ。兵士、98にしとこう。で、金を100。で、次は、また中国商人がいない。食料も買ってくれないね。在庫なし。30か。150で攻めれんことはないんですけどね。なんかしたいですよね、やるんだったら。どうしようかな、売っちゃおうか。香料ね。で、行きましょう。おっと。よいしょ。12国へ。110で行きます。じゃない、150ね。ごめんなさい。ソヤナの帝国ね。減らしたくないな。ぐるっと回りましょうか。福兵がいた。そんなとこにいたんだ。
早めに来てくれた。ジェムキン姫ですね。まあ、一応もらっときましょうか。あんまりタイプじゃなかったな。はい、ね、阿蘇さんは、で、ベクさんがね、食料盗まれた。あんだって。13国の兵士が結構余っとるんですけど、まあその前に兵士配分ね。はい。まあお金もそこそこあるので、そのまま、ああ、ここもで、だから3つと隣接してるんですよね。じゃあ22国に行くべきなんだろうね。じゃあ住民移動で、13から12へ兵士で108オールで、で、249でしょ。で、149連れて行けばいいっていうことですね。149ね。仮不良に対し戦闘を仕掛けた。これね、騎馬からやっつけた方が良さそう。おお、びっくりした。いや。うん、こうだね。増えたかな。あ、めっちゃ食料持ってるし。カタリナ姫ね。で、ジンギスカンさんが抑えて、カリフさんは処刑。ベックさんが入って、ベイさんが入ってくるんですね。反乱？あんだって。ああ、もう。どうしようかな。兵士配分をとりあえずやっとこう。はい、まあ、変わっちゃうんだろうけどね。またなかなかスムーズにやらせてくれないですよね。はい、ではね、ちょっと20分超えてますんで、ここで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。